はい、こんにちは。PSO 実況、PSO2 実況、第31回。早速やっていきましょう。前回ね、見たことないクエストがあったら行きましょうっていうことを言ってたんですけど、まだ、通常クエストも全然終わらせてないのでね、緊急で見たことないとか、そんなの以前に、常設クエスト行きます。じゃあ早速行きましょう。随分マシだと思うぜ。そう、俺がこんな話しちゃダメだな。昔の話をするのはジジイの役目だ。まあ何が言いたいかっていうと、なるようになるってことさ。仲間も増えたし力もついた。俺だって成長してるからな。いざとなったらみんな守ってやるさ。ゼノ君はよく合うね。しかしあれだよな、初めてのフィールドの終わりにはあんまりイベントフィールドがないな。なんだ、ピピって言ったね。あ、トラップか。でもトラップが止まったわけじゃなさそうだな。動いてるな。あ、何が起こるの。しまった、トラップに引っかかる。ああ、動き出した。あれがトゲトゲが、なるほど。なるほど。じゃあなるべくトラップはやっぱり、おお、引っかからん方が良さそうだね。あれ邪魔だな。これおーっと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 。あー、なるほど、こういう仕掛けもあるのか。面白いな、いろんなところ出てくるね。おーっと、誰誰、なんかすげえ嫌な予感がする。うわ、なんかすごい嫌な予感がする。大丈夫？あ、そんなに強くない。これでもあれだもんな、まだ難易度ねノーマルだからそんな強くないけど。わ、すばしこいな。これ難易度上げると強そうだな。強そうっていうのとは違うのか、なんというか厄介というかね。なんか小さくてすばしこいやつ軒並み強くなりそうだよね。おお、1匹だけ、もう1匹おる。よし、目標達成、お疲れ様でした。おっと、そんな仕掛けある。あ、来た来た、イベントフィールド。よう、相棒、クラスとかっていろいろいじったりしてみてるか。俺たちの世代は先輩方と違って
適性を自由に変えられるからな。いろいろやってみた方がいいぜ。まあ俺はレンジャーが性に合ってるし、ずっとこのままだと思うけどな。しかしなんで俺たちはクラス自由に変えられるんだろうな。先輩方と比べて別段何かが変わったとも思えないんだけどな。見た目だって全く同じだし、似てるうちとか知らないうちに体を勝手に改造されてたりしてなんてな。そんなわけないよな。だったら真っ先に自分で気づくって。ま、自由があるってのはいいことだし、せいぜい有効活用していこうぜ。じゃな。いやー、ピン君明るいな。すげえ気楽そう。おっと、わお、わお。あれ、おらんかったよこんなに。わ、距離感が分かりにくいな。それともあれか、思ったよりも刀のリーチが短いのかね。あ、いた。そういうよそ見というか、油断してたら床から出る。おお、くそ。なるほど、こういう仕掛けが盛りだくさんのフィールドなわけね。あのなんかセンサーみたいなやつだけかなと思ったらいろいろあるね。フォースとは面倒だな。出た。ああ、いや、お前に向けてじゃない。この前ちょっと会ってな。いや、戦闘中にフォースと出会ってそのまま共同戦線となったのだが、なんとも危なっかしい。敵に誘導されているかのようにあちこちフラフラしていて、とても見ていられなかったぞ。一撃の火力は認めざるを得ないが、それ以外の部分がおざなりすぎる。やはりハンターがベストだ。ハンターもちょっとやってみたいな。ちょっと迷ったんだよね、このブレイバーを触ってみるかハンターをやってみるかっていうのも、あのハンターの武器って多分全部ガードできるよね。だからこのブレイバーとハンターの2択かなとかって思ったんだけども、なんか刀って響きがいいよね、雰囲気でブレイバー選んだっていう感じかな。あれ、行き止まり。おお、ああ、しまった、自分からあれ刺さりに行ってしまった。おっと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 、ああ、動いた。あーあーあー、なんてこったい。とりあえず一周、貴公子さんどんどん出てきてよ。えい、これあれだよね、貴公子を
倒さんとポイントが入らんわけだよね。その割には全然出てこんな。50ポイントか。あれ、気をつけろ。なんだ、あいつか。バウンサーの時はあの範囲の広い攻撃がたくさんあったから何とも思わんかったけど、あれだな、やっぱバウンサー強えな。どうしようかな。ガードできるってのも便利だけども、あいつ動き早いな。動き早いやつとかやっぱ、おお、捕らえるのが難しいな。なんかある。ん？届く？あ、届いた。え？何これ、まず。なんだい。いやあああああああ毒。なんかあの納刀するモーションがかっこいいけど、あれちょっと邪魔だな。あ、終わった。誰なの？ロッティ。ロッティ誰なの？あんなんおったっけ？お、新しいクエスト出たね。
あ、コピーちゃん、新しいクライアントオーダー来た。よし。とりあえず一旦止めます。